この人誰でしょうタイムでございます。ゲストにまつわる、人のオノマネをしたいと思います。でございます。わかりましたでしょうか。正解はですね、ストイコビッチさんでございました。このストイコビッチさんなんですけども、この人はですね、この今日出てもらうゲストさんが非常に幼少期に憧れてた選手ということで、非常に今も頑張ってね、闘争的な存在だと思います。ぜひ行ってみましょう。今日今回のゲスト、カジサンポ初登場、庄司源選手に来ていただきました。おっ、悪いなもうさ、その悪さぴったりやねぴったりやわ、ほんまに似合ってます、うん、めっちゃ似合ってる。この間 の、 あのセレッソ戦 の、 あのペレイラとこうバーやったやつの、その悪いやつや、顔 や、 顔やかけとけばよかった、あの時も。でもまあここまでどうですか戦い方。まあ思い描いてた場所にはもちろんいないですし、まああとね、ここ最近の試合では特に基本もう守備がね、追われる時間が長いんで、ちょっとチームとしてはこう苦しいながらも、なんとか、特に柏なんてなんとか勝ち点を拾えたっていう、あの3はでも大きかったですね。あのセットプレーからのね、ゴールはほんすごかったし、まああれで勝ち切れたっていうのがね、本当ゴールまで危ないし、何回もって最後、まあキーパー含めて最後ディフェンスラインで全員で守ったって感じだったんで。いやでもあのセットプレーの、ね、流れが全く関係ない、うん、やっぱセットプレーって本当に怖いなと思いました。最近のやっぱりずっと試合を見てて、やっぱ本数、前に行く本数が少なくなって、まあ、シュートも本数も少ないし、まあ一つや二つでは絶対ないですよね、こうなるってことは。でもね、前だけのせいでもなければ後ろだけのせいでもないし、でもまあやっぱりこう少しこう前の選手で、ね、押し込まれるってなると、僕らも少しアバウトなボールを前に蹴らないといけない時っていうのはあるし、うん、その時に前が1秒でも2秒でもキープしてくれたら、うんうん、っていうのももちろんあれば、僕らがより正確に、うん、じゃあ彼らの胸なのか足なのかに正確に出すっていうのも一つですけど、うん、まああの梶さんもディフェンスやってたか分かると思うんですけど、うん、無駄走りが相手にされると、うん、あの旗から見た無駄走りなんですけど、うん、無駄な走りって正直サッカーってないじゃないですか。ないよね。そこを走られるから、ちょっとでも目線がそっち行ったり気になってポジションの修正した時にやられたりとか、うん、実はそれが良かったっていうのがちょっと今は僕らやっぱ少ないなと思います。まあ、そういうところはまあもう本当にね、選手たちでやっていってもらうしかないしね、期待はしてるけどね本当に、はい、でもまあそれ以上にでも気になるのがやっぱ髪型やね。髪型なんか前伸ばす言うてて、どこがなんかゴールなんかなと思って、なんかゴールないんすよ、ないんすよ、困ってるんですよ。ちょっと待って、ちょこちょこ切ってない？いや、ちょこ、ほんまちょこちょこっすよ。なんかこう整えるぐらいで、どうすか？反響が分かんないから俺。似合ってると思うけど、俺もう後ろでちょっとくくってほしいな、ここ。あー、それはもうセンターバックでそれしたらもうマジでもうなんで近づかれないじゃないですか、チームメイトからも。いや近づけるでしょ逆に。息子があの昔その、まあ、鹿島時代に息子はもちろん生まれてるんで、その、まあ、息子が生まれた時の写真とか見るじゃないですか、まれに。ああ、うんうん、だったらその、まあ、もちろん東京でねこう買い物したりとかいろいろしてるけど、あのもうマジその時はね、その時は俺は坊主とは思ってないですよ。ちゃんとこう、まあ、ちょっとこうおしゃれなと思ってたけど、今見たら坊主やってで、 嫁に、いやよくその髪型で銀座歩けてたなって言われました自信満々で、自信満々に
バシって言ってたけど、もう坊主です、あれ。いや、何でも思うけど、ファッションもそうやけどさ、髪型もそうやけどさ、自信持ってたらかっこいいねんて。いや、本当そうですよ。いや、ほんまそうやで、もう だからもう、ゲンなんかめっちゃかっこいいと思うで。何いや、何もないですよ。ガンバ大阪 OB 木場さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。もう木場さんって言いますと、このガンバ大阪 OB の OB 会、はいはい、こちらの方でもすごく中心的な役割を担って、活動いただいてますけれども、改めて現役を退かれてからのこの木場さんっていうのは、何をこうメインに活動されているのかなっていう。はい、もともとガンバ大阪でさせてもらって、最後3年間タイのサッカーリーグでプレーをさせてもらったので、そこで J リーグでの経験と、タイのサッカーリーグでの経験を、どういう形で生かしていけば、サッカー界に対して貢献していけるのかなと思って、自分で一般社団法人を立ち上げて、大きなところで言うと、東南アジアから J リーグのプレーヤーを出しましょうっていう活動を、10年ほど引退してからさせてもらっているのが、一番の大きなところです。で、タイでやった時にタイの選手の能力の高さっていうのをすごく感じて、ただその時は J リーグへのこう道っていうのがあんまりなかったので、そういうところを僕自身が担うことで、発信力も持てるし、サッカー界に対して貢献していけるのかなっていうふうな感じで始めたのが、大きなところでした。実際今ね、チャナティップ選手をはじめとして、実際に東南アジアの選手のそのクオリティの高さっていうのを、J リーグを追いかけている皆さんだったらよくご存じだと思うんですけれども、まだまだああいう選手が東南アジアにいるってことですか。そこがね、一番聞きたい。そうですね、チャナティップはもう言ったらスペシャルです。スペシャル、スペシャルな選手で、東南アジアの中でも誰もが認める存在だと思うんですけども、そこに続く選手っていうのがまだまだちょっとこれからレベルアップが必要だなっていうのも思います。ただそのポジションを持った若い選手とかがいるので、チャナティップも若い時にやっぱこう J リーグに来て、活躍をしてやっと実力が認められたっていう背景があるので、若い時に東南アジアの選手がそういう J リーグでプレーできるチャンスがあれば、ここで J リーグの舞台でそういうレベルアップがしていけるんじゃないのかなっていうふうには思います。カジさんぽ。カジさん的どうですか、このチーム誰が一番かっこいいと思う。なんか雰囲気男子的にはあれ、俺ギョンウォン好きやで。あ、ディエゴ。あ、ディエゴ、ディエゴ。確かに、でもディエゴも静かですけどね。あとね、ちょっとこう引きつけられるような選手って誰やろう。ちょっと違うなっていうような選手は、あ、やっぱりゲンじゃん。違う、絶対違う。僕はでも僕あれですよ、若い頃からやっぱ老けて見られてたから、やっとこう年齢が追いついてきてるんですよ。あ、でも雰囲気おったわ、片野坂さんや。あ、だ紳士ですよね、片さん本当に。入ってくる前はどうやったの、イメージ的には。いや、どういう人やと思う。でもまんまかな、もうめっちゃ熱い。あ、もうサッカ ーもうサッカーめっちゃ好きそうっていう。あ、入ってきてもそういう感じ。いや、もうそんな感じですね。なんかもうずっとサッカー見てるって聞いたこと聞きますし。ああ、そうだね。はい、確かに。あ、見たまんまなんやね。ですね。ゲンはでも見たまんまやもんね、別に。どうですか、僕その見たまんまってどんなんですか、僕。なんかよく発言してくれるし、主張もしっかりするしっていう、なんか別にうちに秘めるタイプでもないし。ああ、そうですね。日常はどうなん。でも日常はほんまに、この前誰やったかな、翔太ととかで、この翔太その時ことかなで、コウと、K とかと、なんかその一回ガセで、なんかガセなんか分からんけど、福岡が、なんかララポートで柳沢を見たみたいな。あ、で、おってもおかしくない、ね、そうで、とかで、そういう話をしとった時に、じゃあその翔太とかその既婚者いるじゃないですか、僕とかもそうやし、なんかこう手をつなぐかとか、例えばね、やっぱそのね、選手で名前も顔もあって誰が見てるかわからんから、あんまつながないかなみたいなってなって、
で俺は別に妻奥さんが、うん、妻が手つないできたら別に振りほどかんしみたいな、全然ララポートでもつなぐしみたいなんで、何やったら嫁の肩をこう寄せたりとかもするでって俺が言ったんですよ。って言ったら、まあ、こうとか K に、うん、いやもう元君はそうであってほしいって言われて、うん、どういうことって元もう元君はもうそんなん全然できる人やみたいな、なんかもう全然全然つなぐでって言ったら、えーうん、みたいな、やっぱみんな言うんですよ。まあまあまあそういうイメージなんやろな。でも別にまあ外国人チックな感じ、まあ別にそう恥ずかしいとは思わないですね全然。カジサンポ恒例サイコロトーク。2代目オーナーですかね。絶対採用しません俺絶対いいと思うね。唐揚げ玄ちゃんとかどう。カジカフェの横にオープンしよう